こんにちは、サラです。今回もね、前回に引き続き、山口萌さんと三浦友和さんの記事を朗読したいと思います。独占自筆主義、私の胸の内を初めて打ち明けます。ペンに託して、桃江。これのね、後半の部分を朗読したいと思います。それでは朗読始めます。彼のどんなところに惹かれたの？そんな質問をあれからよく受けます。その度に私は、自分の胸に聞いてみるのです。けれど、惹かれた魅力を一つだけ選び出すと言われても、丸抜式の答案に無理に答えを書かされるようで、あれもこれも、やはり彼の全てと答えるより他にないと思います。ただ、人間的にとても大きな人です。こんな私をいつも温かく受け止めてくれる、思い切り頼れる人です。それに彼の映画というものに対する姿勢、常にその時の自分の全てをぶつけていこうとする人。そんな人だから私はついていきたい。共に歩いていきたいと思うのです。愛するということは、そうね、その人のため生きる。愛されるということ、そして自分のために生きる。随分前に私が歌っていた歌詞です。今頃になってこの言葉の本当の意味が分かってきたように思うのです。数多く歌ってきた中で、今一番この歌が好きです。そしてその通り精一杯自分らしく生きたいと思うのです。今の私にはまだ何もできません。でもいつか女として愛する人の安らぎの場所になりたい。そうなることがこれからの私に与えられた一つのことだと思うのです。婚約、結婚について時期はなんてよく聞かれます。正直言ってあまり急がせないでほしい。よくあれは単なる形式でしかないという方に出会います。そう、確かにそうかもしれません。でも、二人にとってそれが一番ベストの形ならば、そういう方向へ進んでいきたいと思っています。ただ公表したから急がなければならないというのはちょっと違うんじゃないかって気がします。それぞれの中で二人が一つの生活を作ってやっていけるという自信のようなものができれば、自然にそういう話に発展していくことでしょう。だから、年齢がいくつになったらとか、あらかじめ時期を決めるとか、いうことではなくて、時の流れと、あとは自分たちの心のままにそれに任せようと思っているのです。そして、その時はもちろん、私たちの口から皆さんにはっきりお知らせできる形を、私たちは取りたいと思っています。それまでは本当に勝手なお願いだとは思うのですが、どうか見守ってください。最後に小さい頃、何気なく読んだ本にあった言葉を正確な文章ではありません。ただニュアンスだけですが、恋愛というものは二人の間の一つの炎を見つめ合うことだ。結婚というものは遠くにある一つの光に向かって二人で歩き始めることだ。一つの光に向かって二人で歩き始めることだという形で、手記の方ですね、終わっております。なるほどね。恋人宣言しましたけど、それはイコールね、婚約結婚という、ことではないと。それはまた後々の話であって、という形の、桃江さんのね、言葉があります。ね、もうこのまだお若いのにね、そんなに達観した、ね、あれがあるんかなと思いますね。すごいですね。なんかね、もう成熟した大人の女性という感じの感覚を持っていますね。で、まあそのまあ皆さんね、恋人宣言しましたから、友川さんの一体どこが好きやったのよというね、そういうことを聞きたがりますよね。当然ね。まあ僕もそんな感じはありますよね。うん。ところが桃江さんをね、そう言われて、こう、一つだけ選び出すって言われてもね、丸抜の、まあ言ったら、ね、正しくないに書かされるみたいに、そんなものでなく、やっぱり彼の全てっていうことね、友和さんの人間性、仕事ぶり、ね、性格。で、まあ、もちろん、ルックスも含めて、
すべてトータルで素晴らしいというね、自分のもうタイプだということなんでしょうね。で、人間でいうとても大きい人ですというね、もう尊敬しているという、やっぱり年上っていうのもあっただろうし、やっぱりこの真面目な仕事っぷりというかね、そういうところにも惹かれたのかもわからないですね。で、まあ、恋人宣言したから、もう早く結婚とか早く婚約とかいう、そういうふうにせかさないでくれというね、それはもう後々ね、自分らの意思で決めるんだということを、切々とね、語っております。ね。で、まあ、その上に含めてね、年齢がいくつになったとか、時期を決めるとかね、そういうことじゃないっていうね。まあ、それはもう自然に任せて、そういうふうに雰囲気で結婚しようかとか、一緒に生活しようかという形になった時に、初めてね、私たちの口から、はっきり言いますので、ということで。ね、これもね、本当にファンのためにね、思ってくれてるのが、わかりますよね。ね、わざわざ普通ならね、別にもう、恋人宣言だけで、ね、あとはまあ、って思う部分はありますけど、逐一報告みたいなね、婚約しますとか、結婚するとかね。なんとね、この歌って本当に真面目なんでしょうね。人間としてね。そういうのは、この文面読んでも、すごくわかりますし、言葉の選び方一つにしてもね、実直さがね、ありまして、人間性がね、もう伺い知れますよね。まあ、この手記はね、山口百恵さんの独占手記なんでね、友和さんではない、山口百恵さんなんでね、やっぱり。百恵さんはこんな風に思ってるんですよね。まあ、本当にお似合いカップでね、素晴らしいことに。で、最後の方にね、百恵さん自身が、こう、小さい頃何気なく読んだって、こんな大人っぽい本を読んでたのかなとは思いますけど、まあ、正確に覚えてないんですけど、ニュアンスだけね、そういう一つの言葉があって、そういう言葉が素晴らしい、なんか、今でこそ実感するというかね。ね。まあ、恋愛というのは、一つの炎を見つめ合うこと。で、結婚というのはね、その遠くにあるその見つめ合ったその炎を、に向かっていくっていうね、二人で今度は行くっていう、一人で、まあ言ったら、その炎を向かい合ってこうやってるんじゃなくて、結婚になると、並んでいくっていうね、その、近いようで、ちょっと違うなっていうニュアンスで捉えてるんですね。炎というものは同じなんですけど、その炎に向かう姿勢というかね、恋愛っていうのは、その炎があれば、それをお互い見つめ合っている状況であって、結婚というのはね、その炎が遠くにあって、それを、二人で追いかけていくものだという。まあ逆に言ったらこの炎っていうのを、なんて言うんかな。あ、ひょっとするとこの炎っていうのは、あれですよね、幸せっていう形かな。幸せっていう形で考えたら分かりやすいですね。まあ、だから、恋愛というものは、この幸せというものを、ね、一緒にではなく、向かい合って見てると。たまたまね、向かい合って見てる感じ。で、結婚になると、その炎は、幸せという炎は遠くにあって、その遠くにある幸せを目指して二人で歩いて生きていくもんだっていう、そういう形ですね。ああ、なんとなくね、理解できます。はい。ね。で、まあ、自分の歌にもね、触れてますね。ずいぶん前に私が歌っていた歌詞に、そういうね、愛するということは、その人のために生きる。愛されるということは、自分のために生きる。なるほどね。愛されるということ、そして自分のために生きる。なるほどね。なるほどね。難しいね。愛するということは、その人のために生きる。これはわかるんですけど、愛されるということは、自分のために生きる。よくわかる。でもまあ、この歌が、ね、今頃になって、この歌の深い意味というのが分かってきたのも、自分が実際そういう立場になって、初めてこの愛情というものに対してね、考えるようになって、初めてこの歌の内容が理解できてきたと。なるほどね。その辺はね、やっぱり、成熟してきたんでしょうかね。女性としてもね、こういう恋愛関係になるとして。で、またね、この写真がいいですよね。こう、向き合ってる感じがね、見つめ合ってる感じがね、素晴らしいですよね。もう、いかにももう、
もう明日結婚するんかって感じ、雰囲気がありますけどね。全くお似合いですね。ねえ、まさかね、本当に映画がっていうかドラマが共演でね、こんな風になるとはその時は誰もね思ってなかったでしょうけど、今思えば運命の赤い糸が赤いシリーズさながらにあったんでしょうね。本当に素晴らしいね決着を迎えるってことになって、まあね、この後いよいよ伝説にね向かっていくんですけど、素晴らしい、なんか2人のこの出会いとね、たどり着き方というかね、ドラマというか本当に感心しますよね。一応ね、これで記事の朗読も終わりましたので、それではねこの辺りでねお別れしたいと思いますね。まだまだこういう記事いっぱいありますので、また折見てどんどん上げていきますので、よろしくお願いいたします。それではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。